よし、帰ってきた。今日は寝ようか。明日はついにプリンセスリーグのファイナルラウンドだ。そろそろ寝なきゃ。よし、寝よう。おっと、翌日。さて、それじゃあ大阪芸能の事務所に乗り込むとするか。タクシーで行こう。さあ、社長と対面やな。マジでどんなやつかな。さあ、着いたよ、大阪芸能。いらっしゃいませ。アポイントされた方のお名前と時間、お呼びする担当者の名前をこちらにご記入ください。アポは入れてないんだけどさ、社長に繋いでくんないかな。殺されたダイナチア社長、パク・ミレイの件で話があるって。お待ちください。よろしく。よろしく。通してくれたね。お前か。社長、スカイファイナンスの秋山さんです。どうぞ。大阪芸能社長の粕谷です。スカイファイナンスの秋山と言います。先日亡くなられたダイナチェアの社長の件だとか。ええ、そうです。どうぞ。意外と普通の方やな。喋れそう、まともに。うちとダイナチアさんとは確かに交流がありますが、どういったお話でしょう。勝谷さんは以前俳優をされていたんですね。これはまあインターネットで得た情報の受け売りですけど。ええ、一時期アメリカに行ってましたね。アクション俳優をしていたんですが、怪我をしまして、あらまあ。以来俳優業からは足を洗って、今は裏方を。きっと相当な演技派だったんでしょうね。どういう意味でしょう。芸能関係者独特のいやらしさなんて微塵も感じられない。むしろどこから見ても誠実そうなやり手青年実業家です。確かに。いや、本物以上にそう見えますよ。さっきも言ったように、私はアクション俳優でしたから、残念ながら演技派じゃない。俺もまともや思てもうたもんな。それより単刀直入に本題を言っていただけませんか。先日のパク・ミレイが自殺したという件、俺は他殺じゃないかと思っています。他殺？失礼ですが、あなたは彼女とどういったご関係で。彼女にそれなりの額の融資をしてました。そうでしたか。債権者のお一人だと。まあ確かに、パク社長の自殺は彼女の人となりを知る者には信じがたいことです。私も未だに自殺したということが信じられません。落ち着きが怖いね、こいつ。彼女が他殺だという証拠があります。彼女の遺書は偽造されたものでした。偽造？そして偽造屋にその遺書を書かせた謎の依頼人は、どうやらあなたとつながっている人物のようです。さあ、どう出る？なるほど。それでここまで押しかけてこられた。あんたが彼女を殺させたのか？なぜ私が？あんたの事務所とダイナチアには浅からぬ因縁がある。それに現に今もプリンセスリーグでしたっけ？確かあれでお互いの秘蔵っ子同士が争ってるはずだ。ティーセットな。だから私が殺したと？少し冗談はお控え願いたい。パクさんの遺書を偽造したということについては。さあ、わかりませんとね。ぼけるね。ただ私もこういう仕事ですから、いろいろな人間と関わることがあります。もしかしたらその中にパクさんの死に関わっている人間がいたのかもしれない。ただ私には全く関係ないことだ。小切手帳。なんや、口止め券。
どうぞ。これでお引き取りを。どういうことですか？口止め料？買収？名目はどう取っていただいても結構です。認めるということですか？そうではありません。だが身に覚えのない噂だとしても、人一人の死に関わっているなどと騒がれては商売に支障がありますからね。身の交わし方がうまいですね。大阪芸能という組織のトップとして、その噂の火種、ね、買い取れるものなら買い取りたい、そういうことです。どうも誤解されているようですね。俺はそんなもんのためにここに来たわけじゃない。勝也さん、なんて本当に演技が上手だね。もしそうなら今でも役者を続けていますよ。こちらも材料が少なすぎたようだ。あんたを見くびってた俺のミスです。今日はおとなしく引き上げた方が良さそうだ。疑いは晴れなかったようですね。でもそちらも収穫は何もありませんでしたね。でもあんたが手強すぎる人間だってことが分かっただけで収穫でしたよ。それじゃ。静かにバッチバチ始まったな。さあこっからどう出るかやな、勝也が。さてこれからどうする？勝也が黒幕だとして、あの男は簡単にはもう読ませてくれないね。とりあえず電話出ましょうか。もしもし。秋山さんですね。あんたは？タク社長の自殺の件でお話があります。誰や？スカイファイナンスの事務所に戻っていただけますか？こっちの質問に答えてないが。少なくとも私は敵じゃありませんよ。それでは。なんか聞いたことある声な気がするけど、とりあえず戻ろうか。さあ次はどこのドイツだ？同時刻ダイナチェア。おはよう。ほんなら早速レッスン始めよう。プリンセスリーグの本番想定していくからな。オッケー。いつもより難易度上げてくで。これがクリアできひんかったら T セットには勝たれへん。踏ん張りどころですよ、はるか。勝てば誰もがあなたを認めることになります。ただし負ければ、この事務所は終わりやね。あんたも大阪芸能に飼い殺しにされる。失敗すれば終わりなのはスターたるもの、いつだって同じです。デビュー前からこの緊張感を知るあなたは恵まれてると言えますよ。言うことほんまおしゃれやな、はい、クリスティーナ。準備はええか？よかったら始めるで。オッケー、行ったろやないか。お願いします。ほな始めようか。悪ない動きやったわ。なかなか言うたったわ。ただ本番で聞いてもらうか、みんなには。オッケー、レベルアップ。結構むずかったわ。ほんでうまくいったよね。とうとう仕上がったな、はるか。ええ、素晴らしい吸収力です。やはりパク社長の目に狂いはなかったということでしょうね。ありがとうございました。そういえば今日秋山さんは？ああ山浦、気になりますか、あのイケメン。そんなんちゃうわ。秋山さんは大阪芸能に行ってます。なんやで、なんでまた？大阪芸能の社長に話があるみたいなんです。山浦、そんなことよりそろそろ準備を始めた方がいいのではないですか？せやね。私らは事務所におるから着替え終わったら降りてきて。はい。なんかちょっと山浦やっぱちょっと怪しない？気のせいかな。プリンセスリーグ2度目。プリンセスリーグファイナルラウンドは確か第2ラウンドまでの結果が影響してくるんだよね。私は今まで2勝してるから、今回は有利な状態からバトルを始められるはず。アドバンテージを生かして頑張らないと。さあついに決勝ですか。
はるか、そろそろプリンセスリーグの収録行こうか。準備できたらこれまで通りスケジュール表からプリンセスリーグ確認して。了解。わかりました。はるか、ええか、今日 T セットに勝ったらあんたは日本中に顔が売れることになる。普通の生活には戻れんようになるよ。腹決めや。やり残したことがあるんやったら今のうちに済ませといた方がええ。最後か。わかりました。まあ大丈夫やで。よっしゃ、ラストプリンセスリーグ決勝行きますか。ファイナルラウンド。あ、ミスターさ、ノーマルでいいでしょう。いよいよやな。留守は引き受けました。はるか、初めて会った時言いましたね。ダンスは自らの心をどう表現するか、せやな、どう見る側に心を伝えられるか、それにかかっていると。楽しんできなさい。それがいい結果をもたらすでしょう。まあいいアドバイスするよな。はい、よっしゃ、ほな行こうか。はい。さあ決勝戦。はるか、お中井さんと約束したんだってね。 T セット、私たちに負けたら大阪芸能に来るんでしょ。どっちにしたってダイナチアは終わってるみたいだけどね。あんな、悪いんやけどな、後にしてくれへん？こっちもいろいろ準備があるんや。知らない顔がいるかと思ったら新しいマネージャーさん。そっか、マネージャーさんも確か大怪我したんだっけ。すごいね、はるかちゃん、あんたマジで薬病神なんじゃないの嘘、なんだか怖い。ちょっとあんたら、言うてええことと悪いことがあるやろ。やだ、おばさんムキになって怒っちゃってる。ほんと、やだね、ただの冗談なのにさ。性格悪いな、マジで。やめてください。何を？私たち、なんかした？何もしてない。でも、それ以上言うと後であなたたちが辛くなるだけだから。何よ、まさか勝った気でいるの？煽るね。行こう、はるか、この子らに何言うても無駄や。私負けません。社長のためにも絶対負けるわけにいきませんから。いいわよ、その代わりうちに来たらたっぷり可愛がってあげる。今の言葉高くつくからね。顔は可愛いねんけどな、この二人。ほんまに、あれが大阪のトップアイドルかいな。ファンはあの子らの一体どこがええねん。顔やろ。はるか、事務所命令やで。絶対あの子らだけには負けたらあかん。プリンセスリーグで大恥かかしたり。大恥だなんてそんな。でも分かりました、勝ちます、絶対に。大丈夫や、はるかやったら。せや、そうこな、社長や堀江君に合わせる顔がない。さ、ほなら始めよ。今日の衣装に着替えて、気合い入れてや。おお、いいね。うん、ええわ、ごつかいらしいわ。そんな風に言われると照れます。そうか、ほなら、あとは本番あるのみやな。はい、どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。ザ・ AD 来た。はい、よろしくお願いします。しゃ、行くか。なあ、はるか。なや。はい。この部屋出たら、もう後戻りはできへんよ。わかってます、一度きりの本番ですから。めっちゃ緊張させてくるやん、こいつ。そういうことちゃうの。なんていうか、こう、もう普通の女の子には戻れんっていうか。え？ええか、はるか、よう聞いて。あんたはここで勝とうが負けようが、もう普通の高校生活は送れんようなる。勝てばメジャーデビュー、家におっても学校おっても人の注目の中生きていかなあかんようになってまう。逆に負けたら負けたで恥さらしや。周囲が同情してくれるうちはまだええけど、
それがそのうち蔑みの名に変わることもある。芸能界っちゅう世界は結局勝っても負けても地獄っちゅうこっちゃ。天国を味わえるんは一瞬しかない。それでもあった、夢目指して頑張れるか。けどもしあんたのほんまの夢が別にあるんやったら、ここが最後の選択になる。どないする？はるか、あんたほんまにファイナルラウンドの舞台に立つ勇気あるか？いや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 、不安を煽るね、山浦さん。当たり前やん。はい、覚悟は決まってます。なめんなよ。どんな辛いことが待っていたとしても、やらないで後悔するのだけは嫌ですから。今はもうパク社長の夢は私の夢なんです。わかった、そうと決まれば。はるか、このファイナルラウンド絶対に勝って帰ってくるんやで。はい。よっしゃ、夢叶えたろうぜ。さあさあさあ、始まったね、プリンセスリーグ。ドルチェ出てくんねやろ、どうせ。ドルチェ早出てこい。ドルチェ、正味ドルチェが一番目立ってるからな。皆様ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェ神谷です。誰に何を指してんねんお前。とうとうこの時が来ちゃいました。泣いても笑ってもこれが最後、プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの幕開けです。細かいルールはもはや説明不要でしょう。優れたパフォーマンスでより多くの観客からの支持をゲットしたアイドルの勝利です。聞き慣れた説明やな。決勝戦もついにファイナルラウンド。この戦いで獲得したポイントが勝負の分かれ目になるのは言うまでもありません。まあ2回勝ってるからな。戦いが終わった時、プリンセスの座を手に入れるのはどちらのアイドルか。それではご紹介しましょう。まずはこちらのアイドルから。何回目使うねん。完璧なスタイルに一糸乱れぬ完成されたダンスパフォーマンス。シンメトリの美しさに見る者全てが引き込まれる。二人の親和性は偶然、それとも必然か。今世紀唯一無二の究極ユニット、ティーセット。かっこええよな、これが。いつも迷いながら苦しみながら、それでも歩み続けたプリンセスリーグの激闘の数々。強い意志を秘めた瞳が見つめる先にあるものは、紡ぎ出すは未来を描く決意の歌声。聞く者すべてに希望を与える奇跡のアイドル、沢村はるか。はい、かわいい。さあどちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それではファイナルラウンド始めちゃいましょう。とうとう始まるね。よっしゃ、君はいるから。いつも通り作詞は堀井さんね。よっしゃ。あ、めっちゃゲージ買ってるやん、2回買ってるから。ただフルコンボせなあかんやろな。ちょっと集中するわマジで、結構むずいからこれ。君に伝えるために夢をきっと叶
あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。あぶない、あぶない。感想もあんねや。なかなか言うたよな。ダンスもかわいいわ。よし、ちょっと気合い入れるわ、もう一回。うわ、ゲージちょっとやばいな。険しくない道の果てにゴールがある。私は行くよ。さあ、ラストスパートや。パクさんの分も思い込めて踊ったな、ハルカ。オッケー、フルコンボ。泣けるぜ。ハルカちゃん、Tセットの2人、お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。正直感動を抑えきれません。どちらも文句のつけようがないライブを見せてくれました。会場の皆様もそう思いますよね。盛り上げ上手やな。しかしご存知の通り、この後の結果発表で優勝が決まっちゃうんです。皆様の気持ちは十分伝わってきます。ですが、はい、たった今集計が終わったようです。さあ、ついに決まるね、優勝者。じゃあ結果発表の前に両アイドルにコメントをいただきましょうか。 Tセットの2人、決勝戦を戦い終えて今の気持ちはどうでしょう。自分たちのパフォーマンスを出し切りました。よそ行きの声してる。結果発表が楽しみです。アルカちゃん、今のお気持ちは。結果発表はこれからですけど、今はとってもすがすがしい気持ちでいっぱいです。はい、二組ともありがとうございました。さて、いつまでも余韻に浸っているわけにはいきません。アルカちゃん、Tセットのお二人、そして会場の皆様、心の準備はよろしいでしょうか。さあ、緊張の一瞬。よろしいですね。それでは結果発表です。プリンセスリーグ2012、数々の戦いを乗り越え栄えあるプリンセスの座に輝いたのは。うわ、マジでリアルやった。ドキドキするな、こういうの。いやー、嬉しいやろな。アルカちゃん、見事今年のプリンセスに選ばれました。アルカちゃん、私、そうです、君が今年のプリンセスですよ。うわー、なんか何とも言われへんな、この状況。さて、はるかちゃん、プリンセスとしての最初のお仕事をしてもらいましょうか。粋なこと言うね。会場に来ている皆様、そしてテレビを見ているファンにメッセージをお願いします。はい、わかりました。
何もかも未熟な私が今ここでプリンセスになれたのは応援してくれた皆さんのおかげです。会場にいる人、テレビの前で応援してくれている人、私を支えてくれている人、皆さんの思いが伝わってきたから私も信じることができました。どんなに遠く離れていても思いを届けることができるんだって。うわパクさん、私の思い届いたかな。パクさんに向けてるやん。お送りしてまいりましたプリンセスリーグもそろそろお別れの時間となってしまいました。会場の熱気も冷めやらぬ中ではありますが、この辺で失礼したいと思います。それではまた来年のプリンセスリーグでお会いしましょう。グッバイ。 See you next time。 ドルチェも今日で終わりか。あんたほんまようやってくれたわ。社長と堀江君にも見せたかったわ、あんたの晴れ姿。山浦さん、さすが社長の見つけてきた逸材やわ。あんたやったらドームのイベントもきっと成功できる手のひら返し、社長との夢果たすことができる。そう思うわ私は。な、ありがとうございます。せや、クリスティーナに事務所の留守番を押し付けてきたんやった。早戻って報告せんとな。ええ、今度クリスティーナがほな行こか。やられとかやめてな。待ってよ。あ、Tセットか。私たちに何の挨拶もなしに帰る気？そりゃそうやろ。どういうつもりや、まだなんか用か。マリオの帽子かぶとけ。さっきのステージオンエアをチェックしたわ。それ見てさ、ここで黙ってあんた返したら何する気や。違う、言っておきたいことがあるだけ。お、悔しいけどさ、あんたのパフォーマンス見てて引き込まれた。とっても良かったよ。私たちも楽してここまで来たわけじゃない、だからわかる。あのパフォーマンスができるようになるまでどれだけ練習を積まなきゃいけないかがさ。おい、相当の根性がなきゃああはいかない。 T セット、あんたら。それだけよ。それじゃ、ありがとうございました。私多分決勝戦があなたたちじゃなかったらここまで頑張れなかったと思う。だからやっぱバカよあんたは。え、ねえあずさ、そんなんでいちいち泣いてたらこの世界でやっていけないよ。でもそれがあんたの魅力なのか。でも私たちにも別の魅力があるって、プライドあるからね。そう思います。おいおい、お前は、それじゃお前は死ねよ。またね。はい、また。案外ええ子らなんやね。見直したわほんまに。ヤンキー子犬助け株爆上がり現象やん。さあ帰んで。戻ったら事務所で祝勝会やろ。ええな。はい。パクさんの自殺について話があるか。誰だか知らないけど、スカイファイナンスで待ってるんだっけ。行くしかないね。誰やろ電話のやつ。ちょっと聞いたことある声やったような気すんねんけどな。とりあえず行こうか。